米国食品医薬品局の指示に基づく栄養成分表示のサンプル栄養成分表示とは放送された食品の栄養素に関する表示である。多くの国で放送された食品に栄養成分表示を行うことが義務付けられている。ほとんどの国では一般的な教育目的のために全体的な栄養ガイドを発行している。オーストラリアとニュージーランドでは 栄養情報パネルといい、以下のようなフォーマットになっている。他の項目も適切に含まれており、単位は適宜変更することができる。2013年4月、ニュージーランド政府は低脂肪などの食品放送に関する一般的な表示に関する規則を導入した。カナダの栄養成分表示、英語とフランス語の両方で表示されている。カナダでは、 2003年に制定された表記の一環として標準化された栄養成分表示が導入され2005年12月12日に放送食品のほとんどについて表示が義務化されたカナダの食品放送法によれば栄養成分表示を含むすべての情報はカナダの公用語である英語とフランス語の両方で書かれなければならないカナダの規制は 栄養成分表のデータの配置を厳密に規定している。特定の食品包装に使用するために可能なフォーマットは多種多様である。様式は主フォーマット28種類と2から7種類のそれぞれの副フォーマットから選ばれる階層構造となっている。この結果、標準的な垂直型の様式が水平及び線形様式よりも前に使用が検討される。 様式の選択の結果、100平方センチメートル以下の小さな包装を除いて、NFT は包装上で、利用可能な表示領域の少なくとも15%を、占めることが要求される。稀な例である、オレンジのラベルに記載されている、栄養成分表示食品の栄養表示について、推奨される1日の許容量、エネルギー変換係数及び定義を定めた。 理事会指令 90-496-EEC が2008年10月28日の委員会指令 2008-100-EC によって改定された。新しい規制が現在発行している。栄養表示は2016年12月からほとんどの放送食品で必須とされている。欧州連合では改正済みの古い指令9 0 e e c 496に沿って栄養成分表示は栄養情報と表示されることが最も多い。表の表示は任意だが提供されている場合は所定の内容と様式に従わなければならない。必ず表示される一定の分量によるものに加えしばしば一人前と定義された量による表示をオプションとして提供する。最初は キロカロリーとキロジュールの両方による熱量値である。次に栄養成分の内訳が表示される。ほとんどの場合、タンパク質、炭水化物、デンプン、糖分、脂肪、食物繊維、ナトリウムに分けられる。脂肪の数字はさらに飽和脂肪と不飽和脂肪に分けられ、炭水化物の数字は内訳として糖分を表示することが多い。 新しい規則では、必須情報として、熱量、脂肪、飽和脂肪、炭水化物、糖質、タンパク質、塩分がこの順番で含まれ、さらに一不飽和脂肪、高不飽和脂肪、高アルコール、デンプン、食物繊維、ビタミン、ミネラルがオプションとして含まれる。健康強調表示及び栄養表示に関しては、改定された、規則1924。 2006 2より EU 内で調整されている。2012年11月、欧州委員会は、規則 No.1047、2012と規則 No.1048、2012の2つの新しい規則を発表した。規則 No.1924、2006の特定の栄養表示は変更された。さらに、大麦タグルテンに関連する健康協調表示が、 修正された。規則1924には、低脂肪、高繊維、低カロリーなどの用語の法的定義がある。すべての健康協調表示は EU で調整されている。それらは、欧州食品安全機関の承認を得た場合に、使用することができる。承認された協調表示と拒否された協調表示のリストは、ウェブサイトで入手できる。 完全な栄養情報が放送に表示されている場合は追加の栄養情報とフォーマットが含まれる場合があるがこれは規制の範囲外であるイギリスの規則は1996年食品表示規則の別表6と7で与えられている香港の栄養成分表示は食物安全中心により栄養資料表示制度として定められている必須項目は 熱量に加え、タンパク質、炭水化物、脂質、飽和脂肪、トランス脂肪酸、ナトリウム、糖分である。2008年9月19日、保健家族福祉省は、食品安全基準法を公示し、放送食品の製造者に対して、消費者が購入時に情報に基づいた選択を行うことを、 可能にするために、栄養情報と検査を担当した企業による、AG マークか、フポマークを表示する、よう義務付けた。この改正以前は、栄養情報の開示は主に自主的なものであり、多くの大手メーカーは、国際的な観光を採用していた。メキシコで販売されている食品は、ナム -051 スクフィ -1994 インフォーマーシオンニュートリメンタルという、 製品表示基準を使用している。これはアメリカ合衆国の栄養成分表示によく似ている。公式のメキシコ標準ナムはメキシコ商工振興省によって開発されたものである。これは1996年1月24日に発行し、食品と事前に瓶詰めされたノンアルコール飲料を表示するための一般使用を定義している。アメリカ合衆国では 栄養成分表示には、1日あたりの人間の栄養素を2 0 0 0キロカロリーと設定して、これに対して1日の推奨摂取量、または制限量に対する割合が記載されている。赤ちゃん向けの食品などの例外を除いて、以下の1日摂取量が使用される。これらは、食事摂取基準と呼ばれるもので、もともとは、 1968年に定められた核、栄養素について、すべての年齢と性別の組み合わせのニーズが満たされていることを保証する栄養所要量の最高値に基づくものであった。これらは、現行の食事摂取基準の栄養所要量よりも古い。ビタミン C、ビタミン D、ビタミン E、ビタミン K、カルシウム、リン、マグネシウム、マンガンでは、 現在の最大の栄養所要量は、ラベリングに使用されている古い栄養所要量より、最大50%高く、他の栄養素では推奨摂取量がなくなった。2010年10月現在、すべてのラベルで表示される栄養素は、ビタミン A、ビタミン C、カルシウム、鉄である。食品の栄養水準を決定するために、企業はデータベースを開発。 または使用することがあり、レビューのために、米国食品薬品局に自発的に提出することができる。ありがとうございます。